聖書の言葉をあなたへハーベストタイムメッセージステーションマタイの福音書18章1節から20節その時 弟子たちがイエスのところに来ていった。それでは天の御国では誰が一番偉いのでしょうか。そこでイエスは小さい子供を呼び寄せ彼らの真ん中に立たせて言われた。誠にあなた方に告げます。あなた方も悔い改めて子供たちのようにならない限り、決して天の御国には入れません。だからこの子供のように、 自分を低くするものが、天の御国で一番偉い人です。また、誰でも、このような子供の一人を。私の名の故に受け入れるものは、私を受け入れるのです。しかし、私を信じる、この小さい者たちの一人にでも、つま躓きを与えるようなものは。大きい石臼を首にかけられて、湖の深みで溺れ死んだ方がましです。 つまずきを与えるこの世は災いだ。つまずきが起こるのは避けられないが、つまずきをもたらすものは災いだ。もし、あなたの手か足の一つがあなたをつまずかせるなら、それを切って捨てなさい。片手片足で命に入る方が、両手両足そろっていて、永遠の日に投げ入れられるよりは、あなたにとってよいことです。また、 もしあなたの一方の目があなたをつまずかせるなら、それをえぐり出して捨てなさい。片目で命に入る方が、両目そろっていて燃えるゲヘナに投げ入れられるよりは、あなたにとってよいことです。あなた方は、この小さい者たちを一人でも見下げたりしないように気をつけなさい。誠にあなた方に告げます。 彼らの天の見使いたちは、天におられる私の父の御顔をいつも見ているからです。人の子は失われているものを救うために来たのです。あなた方はどう思いますかもし誰かが百匹の羊を持っていて、そのうちの一匹が迷い出たとしたら、その人は九十九匹を山に残して、迷った一匹を探しに出かけないでしょうか そして、もしいたとなれば、誠にあなた方に告げます。その人は、迷わなかった九十九匹の羊以上に、この一匹を喜ぶのです。このように、この小さい者たちの一人が滅びることは、天にいますあなた方の父の御心ではありません。また、もしあなたの兄弟が罪を犯したなら、 行って二人だけのところで責めなさいもし聞き入れたら、あなたは兄弟を得たのです。もし聞き入れないなら、他に一人か二人を一緒に連れて行きなさい。二人か三人の証人の口によって、すべての事実が確認されるためです。それでもなお言うことを聞き入れようとしないなら、教会に告げなさい。 教会の言うことさえも聞こうとしないなら、彼を違法人か主税人のように扱いなさい。誠にあなた方に告げます。何でもあなた方が地上でつなぐなら、それは天においてもつながれており、あなた方が地上で解くなら、それは天においても解かれているのです。誠にあなた方にもう一度告げます。 もしあなた方のうち二人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら天におられる私の父はそれをかなえてくださいます二人でも三人でも私の名において集まるところには私もその中にいるからですはいえー、今日は。 2008年2月11日ですね「マタイの福音書18章」今日メッセージを語るところの一部をお読みいただきました今日は初めて参加される方が随分いらっしゃいます毎回そうですけども途中からお聞きになる方はなかなか大変だと思います今日はマタイの福音書の第18回目ですから28回連続ドラマの第18話から見ているようなもの聞いているようなものです ですから毎回毎回話をする前に文脈を確認するということをしています。この文脈はイエス・キリストの公の生涯、公生涯の最後の年です。十字架に向かってイエス・キリストが歩み始めている時期です。そしてキリストの関心は自分がいなくなった後弟子たちが 十分に活動できるように弟子の訓練に集中している時期ですイエスの交渉外のこの時期っていうのはいわゆるまだ恵みの時代には入っていません私たちクリスチャンが時々誤解しているのはイエス・キリストが誕生した新約聖書の時期に入ったらもう恵みの時代が来ているというふうに考えますがそうではありません無意識的にそういうふうに誤解しているわけです 恵みの時代っていうのはイエス・キリストが十字架にかかり3日目に復活して以降恵みの時代っていうのが来るんです区分としてはじゃあその前の時代つまり今日読んだマタイの福音書の18章の時代っていうのはどういう時代かというとこれは立法の時代なんですつまりモーセの立法というものがまだ機能していてそしてユダヤ人たちが モーセを通して掲示されたその律法に従って生きていくことを義なる道であると考えていた時代。これが律法の時代です。そしてこの時に弟子たちは神の国あるいは天の御国これは目視録では千年王国という概念で出てきますけれどもイエスが王であって王であるイエスがこの地上に王国を 確立すすすするるるる天の御国ははぐに来ると思い込んででで時代です誤解してるわけですね弟子たちはイエス・キリストはこれから十字架にかかろうとしてらっしゃるけれども弟子たちはその十字架をすっ飛ばしてそして神の国がもう直前まで来ているというふうに誤解をしているイエスと弟子たちの間に相当精神的なまた知的なギャップがある。 時期にイエス・キリストは今日の教えをしてらっしゃいますで今日の教えをよく読んでみるとイエスは教会時代が来るつまり恵みの時代が来ることを想定して教えてます恵みの時代というのはほとんど教会時代とイコールです恵みの時代教会時代が来るということを想定して語ってらっしゃいますつまり自分が十字架につき三日目によみがえり 天に昇り、聖霊が下って以降の時代を想定して弟子たちに語ってるんです。3つテーマがあります。1つはプライドの問題です。2つ目は罪を犯した兄弟をどう扱うかという問題。3つ目は許しの問題です。もう1回言いますね。1つ目はプライドの問題。まあ、プライドは自分は全く関係がないってい方はこの中にはいないと思いますよ。プライドってのはね。いいプライドと悪いプライドがある。 でプライドはなくしたらダメですよ。で、クリスチャンにとってのプライドというのは何かというと、私は神以外の何者の奴隷にもなりたくないというのがクリスチャンのプライドです。私は神に対してはしもべであるけれども、それ以外の何者に対しても奴隷にはならないというクリスチャンとしての自立心ですね。神の前における。これがクリスチャンのプライドで、こういうものは素晴らしいですね。とこれは悪いプライドというのは それは何かというと、人と比べる。俺の方が上手だとかね。妬んだりする。そういうプライドっていうのは良くない。だから、ここでイエス様が取り扱うプライドというのは、そういう種類のプライドです。皆さん、プライドっていう言葉は、私は理解できない。私には体験したことのない世界だと思う方。まあ、手を挙げなさいとは言わないけど。いますかね例えばね、あの、今日ピアノを弾かれましたよね。 相当上手ですよね彼女もすごく上手くなってきてます僕あれ聞いててね「ああ今日はいいなーと」と全然妬み感じないです僕。全然妬み感じない。もう妬みから解放されてますよ。なぜかと,と私ピアノ弾かないから。<laughs> ところがね音楽やってる人は心穏やかじゃない場合があるかもしれないね。「私よりもうまいわ」とかね「うんまだあの程度?」とかねいろいろあるでしょう。 僕は、ね、音楽に関しては平気だけど同じ業者 <laughs> 業者って変だけどだけどその同業者の人が素晴らしいメッセージをしてるとか素晴らしい教えをしてるとかいう時はやっぱり意識的にね謙遜になることを実行しないと「うん?」っていうことがあるね、まあ、正直に言うとね皆さんもそうだと思う。 だ皆さんは自分の分野においてどうかということを考えると私たち人間というのはやっぱり間違ったプライドから完全ににに自由になるといいうのは非常に難しいねだからプライドという問題が非常に重要になってくるわけです。二つ目は罪を犯した兄弟をどう扱うかこれも日本の教会の中の人間関係の息苦しさっていうのは一つはここから 生まれてきてきる3つ目は許許しの問題ですすす人をを状況を許すある方はねクリスチャンになりながら神様を恨んでる人いますからね神が愛だったらどうして私にこんなことが起こるのかしら神様あなたの愛を信じます祈ってねでも神様を恨んでると複雑ですねでその心の問題をどう取り扱うか。 でこの3つは実はイエス様弟子たちに教えた重要なポイントだけれども今生きている私たちにもすごく大事なポイントですで信仰が成長するとか成長したクリスチャンになるというのは実は2つの要因が大事ですねあるいは3つの要因が大事ですね1つはねよく教理を学んで知識の量を増やすことだから 知識の量が増えないで健全な信仰が育つということはありえない。ここに熱心に来てらっしゃる方は毎回毎回マタイの福音書を学びながら聖書理解を深めてらっしゃるわけでこれは素晴らしいことです。けれどもそれだけで信仰が成長しているとは言わないんです。二つ目に大事なことは何かというと心の問題です。心の問題。自分の心が 神様が喜んでくださるような状態になっているかどうか。三つ目は人間関係の問題です。最後はそこに行き着きます。私たちが学んだ知識、自分の心の問題の管理、整理、それが最終的には人間関係に反映され、平和な愛に溢れた関係が成長していく。それでクリスチャンとして成長していくということが言えるわけです。でまさに今日の マタイの福音書の18章の教えは私たちがクリスチャン生活の醍醐味を満喫するために必要なメッセージですそれでは今から本論に入りますいいですか ?OK? はいじゃあ行きましょう第1番目何の問題でしたプライドの問題ねで前回来られた方はえ覚えてるでしょう17章の最後のところは僕は話をしなかった前回 それは、今日の17章の最後のところをちょっと見てみますと17章の24節から「また彼らがカペナウムに来た時宮の納入金を集める人たちがペテロのところに来ていったあなた方の先生は宮の納入金を納めないのですか?」。彼は「納めます」と言って家に入ると先にイエスの方からこう言い出された「シモンどう思いますか?」。 世の王たちは誰から税や貢ぎを取り立てますか自分の子供たちからですかそれとも他の人たちからですかペテロが「他の人たちからです」と言うとイエスは言われたでは子供たちにはその義務がないのですしかし彼らにつまずきを与えないために湖に行って釣りをして最初に釣れた魚を取りなさいその口を開けるとスタテル一枚が見つかるからそれを取って私とあなたとの分として納めなさい。 とこの話が出てきてきその次にそれでは天の御国では誰が一番偉いのでしょうかという弟子たちの質問につながるんですねどういう文脈どういう関係があるんでしょうか宮の納入金ですけどもこれはユダヤ人男子は毎年神殿に半シェケルのお金を納めるんです半シェケルというと大体いい労働者2日分の賃金に相当しますですから今仮に 1>, 1日に1万円稼ぐ労働者がいたとすると2日分というといくらですか ?2 万円ですよ。年間2万円納める。いつ納めるかというと杉越の祭りの時期にエルサレムに行ってそして納めるわけです。これは神殿を維持するためのお金です。ところがこの話が起こっているのは大体カリオの祭り秋の祭りの時期ですから納めるべき時期からおよそ半年が経過してそしてイエスは。 ユダヤ人ならば納めるべきお金を半年間遅延して納めていなかったわけです。それで宮の納入金を集める人たちが来てイエスに直接言わないでペテロに「まだあなたの先生は納めてないよ納めんの納めないの?」って言ったわけですね。結論から言うとイエスは納めます。なぜ納めるかというとこれがモーセの立法だからです。 モーセの立法というのは出エジプト記の30章の11節から16節。出エジプト30章の11から16にこの規定があるんですこれは古伝立法ではない古伝立法というのはユダヤ人たちが後で作った人間が作った立法もし人間が作った立法であればイエスは拒否していますでもモーセの立法だから対応の仕方が違うんですイエスはペテロに自分がどういう 人物化をししようとしてますここでその時に例を挙げてますねローマ帝国というのはローマ市民からは税金を取らないローマ帝国の収入は属国から来てます属国から集める税金であったり貢ぎ物であったりするんですだからローマ市民は税金を納めなくていいんですローマ以外の帝国では王様は臣民から集めることがあったけれども 自分の家族からは集めないんです。子供からは集めないんです。これが当時の背景です。政治的、時代的背景です。イエスは神殿の主です。イエスは神殿の王です。そしてイエスを信じている弟子たちはその子供たちです。だから、収めるべきはその神殿の礼拝から 恵みを受けるるる人たちででであああって神殿の主であり王である方は治める必要がないんです。だけどここでイエスはつまずきを与えないためにって言って譲歩して魚を釣ってきなさいそして魚の口から銀貨が出てくるよこの銀貨はね2人分ねあのイエスとペテロを払うだけの価値があるんですこのスタテル。 一枚っていうのはね、つまり一シェケルなんだから、二分の一シェケルかける二、二人分を払うことができる。それで、私とあなたの分を払いなさいと、イエス様は言われたんです。つまり、ここでは、ペテロに対するレッスンは、イエスが神殿の王である、神殿の主である。しかし、モーセの立法で書かれてあるから、つまずきを与えないように、へり下って、このことをやろうじゃないかって言われたのが。 この箇所ですねペテロはこの時に知った魚をペテロの魚って言って聖地旅行に行くとそれが唐揚げで出てきます。<laughs> って唐、ね、揚げでなくてもいいんだけどね別に。聖地旅行に行く方はこれ必ず召し上がりますからその時に忘れていけないのは醤油を持っていくことです。それで次の話になるわけです。それでは天の御国では誰が一番偉いのでしょうか。ななぜそういうういいい文脈になっているかというと この前に山に登ってイエス様の姿が変わった時にそれを見たのは12人弟子がいて何人だった ?3 人でしょう。あとの9人はどこにいたの山の下にいたんじゃない ?3 人だけが山に登ったんですね。その後12人の弟子たちの間にどんな感情が生まれたと思う ?12 人の中で9人と3人という意識が明確に出たでしょうね。3人は登った。 9人は登れなかった。しかも3人の中でイエス様から直接魚を釣ってこい2人分を納めたらいいよって言われたのは何人誰ペテロだよね。だから12人の中の3人3人の中の1人。でこの事件があってからはペテロはきっと歩き方まで変わったんじゃないかな。<laughs> でね、神の国がもうすぐ来ると思ってるんだからねつまりここで弟子たちの意識は誰が総理大臣だ誰が財務大臣だねそういう感覚ですよだからイエス様のとこへ来てそれでは天皇の国では誰が一番偉いのでしょうかこれ一般論で言ってるんじゃないのこれ12人の中で誰がナンバーワンで誰がナンバーツーやっぱりベテロでしょうかね という意識ですよだからここでねイエス様が十字時間に向かって歩こうとしてらっしゃる神の国で評価される性質というのはこういうもんだというふうに考えているのと弟子たちの状態とは非常なるるギャップがあるわけですねそこでイエス様がこのプライドの問題を取り扱われるんですけども一番プライドとは遠いところにいる子供を持ってくるわけですね。 まあこれはあの視聴覚教育ですよ。子供を用いた視聴覚教育で、幼い子供を弟子たちの真ん中に立たせて、こう言われたんです。誠にあなた方に告げます。あなた方も悔い改めて、子供たちのようにならない限り、決して天の御国には入れません。だからこの子供のように自分を低くするものが、 天のの国でで一番偉いのですまた誰でもこのような子供の一人を私の名の故に受け入れる者は私を受け入れるのです子供は自分の限界弱さを知っていて父親母親に全幅の信頼を置いて生きなければ生きることができませんだから両親から裏切られたり虐待を受けたりすると 子供は幼児期だけではなくて大人になってもその後遺症を引きずるようになるんですそれは子供が信頼をしているがゆえに受ける傷ですね子供っていうのは基本的には自分の良心に信頼を置いて生きています自分の限界を知って単純な信頼を持って神に近づくということこれがクリスチャンになる 第一条件です。ここに来られている方は、まあ、クリスチャンの方は大半ですけどね、クリスチャンでない方おられてもね、その方々は私はもう半分以上クリスチャンだと思いますよ。まあ、聖書的に言うと50、50%クリスチャンなんて概念があるのかこれはありません。間違いないでください。ただ、クリスチャンになるのに極めて近いところにいるということです。あなたが謙遜で、 神のことを知りたいと思っていなければ月曜の朝祭日のこんなに素敵な日にここに座っていることはありえませんここにあなたがおられるという事実がもうすでにあなたにはここでイエス様が語ってらっしゃる子供のような性質が宿っているということですまあこういう話している時はもう少し嬉しそうな顔してもいいんですああそうだと思ってですね本当にそうだな ねそうですよねそしてね両親に子供たちが信頼を置いている家庭では子供たちの間に誰がナンバーワンだという話なんかないんです家族なんですだからおのおのがおのおのの特徴を認められそして愛を持って生活してるんですからだからそれが両親に信頼を置いている子供たちの姿でこれは 天の御国では誰が一番偉いいのででしょうううかという姿と姿は違うんです。もし私の子供は4人おりますけどねある時こっそり1人が来てねお父さん前から聞きたいと思ってたんだけどお父さんの目から見て4人の子供の中で誰が一番偉いの聞かれたら私は相当ショックでしょうねそうではない家族っていうのはそういうものではないだから神の国ではそういうものではないそしてあえて言うならば この子供のように自分を低くするものが一番評価されるんだよということですね。自分を低くするものが一番評価される。そして神の恵みを受けた人つまり神の愛がどれぐらい大きなものかを受け入れた人はどんなに 小さな価値がないと思えるような子供でも受け入れるようになるんだよとイエス様は教えてくださいましたその後、ねイエス様が小さな子供をどれぐらい神様が大切に思ってらっしゃるかということを警告の形で教えてますよつまり子供たちにつまずきを与えるということはどれほどの罪であるか。 世の中の人たちは子供につまずきを与えるようなことをしてるんだけどもクリスチャンは決して決してそうしてはいけないそんなことをするものはこれも非常に絵画的な表現ですけれども石石を、を大きな石薄を首にかけられれて、湖の深みでで溺れ死んだ方がマシです。これパッと目に浮かぶ大きな石臼っていうとロバが引くようなねオリウムの実なんかを粉砕するもう巨大な臼があるんです。 それを首にかけけるわけですから海ってのはガリラヤ湖ですよガリラヤ湖の水深6 0ー,ーぐらいのところに沈んじゃうわけですねその方がマシだってこれは絵画的におっしゃってるしかもさらに絵画的なのはあなたの手か足の一つがつまずかせるのはそれを切って捨てなさい目もえぐり出せって言うんですねこれをそのまま実行したら教会には手のない人足のない人目のない人ばっかりが集まってきます でこういうのはね誇張法っていうんですね誇張法デフォルメしてるわけですねそしてその結果何を言いたいかというと実際に手を切れ足を切れ目をえぐり出せという意味じゃなくて問題の根本原因にまで深みに追求してそれが分かったら断固としてそれを抜き去れというのがここのイエス様の教えですね 決しして目ををえぐり出ささないいいように皆さんおすすめをしたいと思いますねつまり断固とした決意で自分の問題をプライドの問題をえぐり出すんだそして子どもたちに対する神様の一匹の羊を探す羊飼いですね子どもたちには守護天使がついて天の見使いたちは天におられる私の父の ミカをいつも見ているから子供たちには守護天使がついている神様はいつもその守護天使から様子を聞いていらっしゃる参考箇所はヘブルビテの手紙の一章の十四節ですヘブル一の十四、天使たちが守っているという記事が出てまいりますこのプライドの問題ですけどクリスチャンリーダーのプライドの問題これは深刻な問題ですね私も含めて 本当にこの箇所はしっかりと受け止める必要があるもしここでイエス様が語ってらっしゃるような謙遜な幼子のような性質をクリスチャンのリーダーたちが獲得していくならば日本の教会の在り方日本のリバイバルの在り方というのは激変すると思います。イエス・スキリストというお方は 私は常々言いますけれどもナショナルブランドです。世界中どこに行っても通用します。教会以外の人たちが教会に来る唯一の理由は、イエス・キリストに出会いたいからです。だからどこの教団、どこのグループに関心があるから教会に来るという人はほとんどいません。 一人残らずイエス・キリストというお方が本当に来ているのか私にとってキリストを信じるというのはどういうことなのかということを真剣に求めて来られますならばそのキリストを伝える側はナショナルブランドであるこのお方をどこのお店に行っても同じ味で味わえるようにすべきではないでしょう ま途端にマクドナルドのような話になってますけどもっと言うとね誰がどの教団がどういう形で用いられてもイエス・キリストによって人が救われるならば私は嬉しいんだというところで全員が一致したら本当に変わると思うですからリーダーたちが本当に謙遜になるようにまた幼子の性質を持てるように 皆さんぜひ祈ってくださいまた私のためにも祈ってくださいキリストの栄光が現れ人々が救われることのみを喜びとするということこれが神の国で評価される資質でありますねじゃあ次2番目に行きましょう罪を犯した兄弟をどう扱うかという問題これが第2番目です ここでイエス様は教会という言葉を使ってらっしゃいますが、聖書で教会という言葉が初めて出てくるのがマタイの福音書の16章でした。ここでは再び教会という言葉が出てきています。マタイの16章18節ではイエス様がペテロの信仰告白を聞いた後、この岩の上に私の教会を建てると言われました。その時の教会は専門用語で言うと 普遍的教会って言うんです英語ではね Universal Church って言うんですそれはペントコステの日から教会が天に上げられる霊去の日までの間に救われる全ての人を含む概念ですだから皆さんもイエス・キリストを信じたならば普遍的教会の一員になってるわけですところがマタイの福音書の18章17節で「 教会に告げなさいという場合の教会は普遍的教会ではなくて地域教会、ローカルチャーチです。ローカルチャーチというのは時間的、地理的に制約があります。いいですか。だから例えば千葉キリスト教会とかあるいはエビスキリスト教会とかね、地域の名前をついていることが多いですね。ローカルチャーチですね。 そして驚くべきことにそこにはクリスチャンだけではなくてクリスチャンでない人も含まれています。わからないからね。神様しかわからない。私はクリスチャンだって言ってる人も入ってるんだけど本当はそうじゃないかもしれないじゃん。でもそういう人まで含めてローカルチャーチです。だからローカルチャーチ、地域協会に問題が起こるのは当然なんです。いろんな人がいるから。また不完全な人も。 不完全な人の集まりがローーカルチャーチャですね。そういう中で罪を犯した兄弟が出た場合にどうするのかイエス様は4つのステップを教えていますだからこの4つのステップが分かるとすごく問題処理が確実にできますね第1番目傷つけられた人が罪を犯した人と対面して告げる段階です 傷つけられた人が罪を犯した人と対面する。そして告げる。これが一番難しいでしょうね。この4つのステップの中で。特に日本人はね、対決するっていうのは苦手です。だから対決しない。でも、その人には言わないけど、他の人には全部言ってる。そして、いつの間にか教会の中では、A さんのことはみんな知ってて知らないのは A さんだけ。 誰も公には言わないけどもみんな知ってる日本文化の特徴ですねもし私たちが誰かに気づけられてその人に直接言わないで他の人にその話をしたときにそれはすでにここで言ってるイエス様の命令に違反してるんです私もこのメッセージを用意しながらもう一回探られましたねそういえば自分にもこういう性質あるなと思ってね。その人に直接言ったらいいのに言わないでね 他の人に言ってることがあるなと教えられました。探られました。言ったときにその相手の人が聞き入れてくれたならば兄弟を得たことになるよって。本当の友人を得たことになるんだよ。第二のステップはもしその人がその段階で聞き入れないと二人か三人証人を連れて行ってその中で悔い改めを迫るんです。これは ユダヤ的論法ですね。2人ないし3人の証人によってそれでもダメだと今度は地域教会に告げて教会の対応としてその人に悔い改めを迫るこのステップなんですそれでもダメだったらどうするかイエス様の教えは違法人か主税人のように扱う 人人か主税人のように扱う。に扱これはねユダヤ的な表現で英語で Untouchable という言葉がありますそれ触れちゃいけないものつまり交わりから追い出すということですこれは違法人か主税人のように扱うというのは当時のラビたちが使っていた言葉の使い方をイエス様はここで採用しているわけですね弟子たちに分かるようにつまり教会の交わりから追放しなさい 問題があるものをそのまま入れておくと、腐れが群れ全体に影響を及ぼす。最近はスーパーでもね、リンゴ一箱買うとね、レジで蓋、あの、箱を開けて、ひっくり返して、そこの方のみかんまで見てくれるでしょう。で、腐ってないのを確かめてから入れ直してくれる。まあ、ずいぶん丁寧にやってくれるなと思ったけど、実際そうだよね。だから、教会の中で、 腐れがある要素を早く取り除くということそれからイエス様は次に18節でこういう言葉を語っています誠、ま、にあなた方に告げます何でもあなた方が地上でつなぐならそれは天においてもつながれておりあなた方が地上で解くならそれは天においても説かれているのですこの聖句はよく誤解されますつなぐという言葉と解くという言葉です これはすでに1回私が触れました。これはラビ用語です。つなぐっていうのは禁止すること。得くっていうのは許可をすること。あるいは刑法的に言うと、つなぐっていうのは有罪宣言をすること。得くっていうのは無罪を宣言すること。これは人たちだけに与えられた権威です。だから人たちは新約聖書の書簡を書いて、クリスチャンとして何をしていいのか、何をしてよくないのかということを 公に文章にして私たちのために残してくれたんですこのつなぐとか解くとかいうのは悪霊を繋いだり説いだりすることと全く関係がありませんからこれは繰り返し言っておきますよくこの箇所は最近はね霊的な戦いで悪霊を縛るって言い方しますけどそういう文脈ではないんですここはもう一つはマタイの福音書の18章19から20これも誤解されます ににあなた方にもう一度告げます。もしあなた方のうち2人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら天におられる私の父はそれを叶えてくださいます。2人でも3人でも私の名において集まるところには私もその中にいるからです。どういうふうに誤解するかというとこれは教会の定義だと。だから23人集まって祈祷会をしたらイエス様はその中にいるからここに教会ができてるんだ。 2人でも3人でも集まったらこれが教会なんだというふうに言うことがありますが厳密に言うと教会っていうのは組織があるんです教会っていうのは長老とかあるいは執事とか指導者がいて霊的な権威がある組織を指して教会と言います新約聖書ではだからこの23人が集まってイエス様が中にいるのを教会とうには言わないんですこれは教会の定義ではない じゃあ何なのかというとこれは2人でも3人でもというのはさっきの証人を連れて行ったでしょうあの人たちのことですよつまり2人でも3人でも証人がそこにいてそして祈って決めたことはイエス・キリストのステップにのっとってんだからイエス様もその中にいてその決定に参加してるっていう意味ですもう一回言いますねイエスが教えた4つのステップをその通りに 実行しているならばそれは人間が決めたことだろうとは言えないその決定の一つ一つの中にイエス・キリストの承認があるということですで4つのステップの中で最も大事なことを今から言いますがそれは以上の4つのことを愛を込めて行うということですイエス様がその中におられるならば愛以外のものはありえないんですだから 罰するための罰ではなくてその人を回復するためのこれは勧告であるということをしっかりと覚えておきたいと思います。旧約聖書に信玄という書がありますが信玄の中に子供を育てる時にね子供を鞭打てってっがありますあの言葉用心する必要があるね。あれを見てねそうか子供は鞭打つんだと思ってね。 ロボットのように夢中っておらんよ。子供は傷つきますよ。あの夢中ってっていう言葉は、それを実行するときには打たれる子供よりも親の方が痛みを感じていなければ、あれは打つことはできない。今ね、相撲部屋で亡くなった方の話が、あの今日なんかもね、テレビの番組でもね、最初に取り上げてましたね。 ビール瓶で打ったとか金属バットで叩いたとか訓練だねしつけだ異常ですねその背後に愛という裏打ちがなかったらすべては虚なしいだから私たちが4つのステップを踏んでいくときに それが機械的であったりあるいはこの通りにやることに喜びを感じているような精神状態であればやらないほうがいいこれは愛と痛みを込めてイエス様の思いを一つ一つ確認して進んでいくステップでありますねこれが罪を犯した兄弟に対する対応の仕方ですでここで 罪を犯した兄弟を許すっていう話題になったから、その次に3番目の問題に入っていくわけですね。それは許しの問題で、21節以降です。大抵、十二使と代表して口を開くのは誰ですかペテロです。ここもペテロです。その時、ペテロが身元に来て言った。主よ兄弟が私に対して罪を犯した場合。さっきの話の続きですよ。 何度まで許すべきでしょうか ?7 度まででしょうかってペテロはここでね非常に自分が寛大になっていることを誇りと思ったかもしれないなぜかというとラビたちは3度まで許せと教えていたんです7っていうのは 3×2 プラス1じゃないだからラビの教えを倍にしてしかも それでも足りないから、もう一つおまけをつけて、プラス1にして、7という数字が出たわけですよ。7度まででしょうか。その時にイエス様は、7度までなどと私は言いません。7度を70倍するまでと言います。じゃあ何回許せばいいの ?490 回本当それはね、算数の計算してるだけですよ。 そうだよね。7っていうのは完全数ですよ。70も完全数でしょ。だいたいね、490回許して491回目は許さないってのは、1回1回ノートにつけてるわけでしょう。これで1回許した。2回許した。ノートにつけてる許し方なんてありえますかその人は形は許したようになってるけど、覚えてるわけだから許してないわけですよ。許すっていうのは忘れることですよ。ね。だから、 内面に起こる出来事許すっていうのはそれをしなさいよと言ったんですねそしてイエス様は例え話をされました分かりいいね1万タラントの借金をしていた人が王様からその1万タラントを許された私計算しました1万タラントというとどれぐらいの収入なのかまあ詳しい計算のステップは省きますけれども 私が計算して出てきた答えは16万年分の収入です。16万年。だから到底払うことができないという意味でこれはいくらでもいいんですよ。1万って言った時にうわぁもうこれ無理だって見たこともない額。その人は許してもらった。ところが彼は他の人に お金を貸してたのね。百でなりっていうのを貸してた。百でなりとは大体、百日分ぐらいの給料。その人を許さないわけです。で、一万タラントと百でなりの対比をしてみると、六十万対一です。六十万対一。だから、六十万円借りてて許された人が、一円許さないわけです。それがわかりにくいんだったら、六百万借りてる人が十円許さないわけです。もう一回言おうか。 6000万借りてる人が100円許さない。あ、これわかりね。6000万免除されたのに100円は許さないわけですよ。これは多額と少額の対比ですよ。これもね、誇張法ですよ、ある意味では。非常に絵画的にね、こんなに許してもらったのに、こんなちっぽけなことを許さないのか。と、イエス様はおっしゃったわけですね。まあね、私たちは自分がたくさん許されてるということを忘れてることが多い。と同時に、 結構自分の方が悪いのに誤解してる場合もある。人間関係においては。私は数年前にね、この話を読んで自分でもう5分ぐらいお腹抱えて転げ回って笑ったことがあるんですね。ちょっと皆さんに紹介しますね。聞いた方いるかもしれない。一人の女性がね、飛行機に乗るのに空港で時間があるので、クッキーを買ってね、クッキーのボックス入りのを買って、こんな大きなコーラ買って、そしてシートに 腰掛けて待ってたそうです。隣に男の人が座ってた気がついたらその人が自分のボックスからね、クッキーを出して勝手に食べ始めてるんです。彼女はびっくりして、なんだこのおじちゃんと思ってこう見てて、ほっといたら全部食べられちゃうから急いで一つ出して食べたそうです。そして相手の人も急いでまた一つ出して食べるですで。自分も負けてないからまた食べたそうです。見たら最後に一個だけ残ったんです。でその人と目と目があってね、ただ彼がニコッと笑って、それ、 手突っ込んで半分に割って分けてで食べてパッと出ていったんですって彼女は何という人だろうかと思ってこんな失礼な人いるんだと思ってもうむしゃむしゃしながらねむしゃくしゃしながらで飛行機に乗ってで自分のシートに腰掛けてハンドバッグを開けてみたらその中に自分が買ったクッキーが箱のまま出てきたそうです。<laughs> これ実話だよ。経験した人が書いてんだから。で彼女はね、人のクッキー食べてたの。なのに、このおじさん、なんというやつだと思ってたわけ。相手の人偉いよ。だって最後、半分にして半分くれたんだもん。これは相当偉い。で、私たちはね、人間関係の中で、実はこういうふうにしてるのに気がついてないことが時々あるね。で大体ね、傷つく時っていうのは、 いいですか。確かに傷つけられた場合もあるんだけども非現実的な期待をして傷ついてる場合もあるんですその場合は傷ついてる人の方が悪いまあ私もねそういえば知らないうちにねたくさんの人を傷つけてるんじゃないかと時々思いますよ。私はは、もう数年年前から、ね、クリスマスマカード年賀状は もうとても時間的にも無理それでもう悪い子になったんですつまりごめんなさいいただくだけまあ返事が返ってこないんでねきっとね怒ってる方いるんじゃないかな私のところにたくさんのメール手紙時にはね本を出しました送ってくださる方いますもう本が送られてくるとね本当につらいですね読んであげたい でもそれ全部読んでたらどうなりますか私メッセージ作る時間もなくなるんですでもねせっかく出版して送った側はね何か言ってくるだろうと絶対思ってると思うんですよ何か言ってあげたいなわかるその気持ちはだけどできないまあなるべくね1行2行ぐらいは俺の手紙は書こうというふうに努力はしてるんだけどねでもね何も言ってこないきっとねあの中川というやつは テレビではにこやかだけど <laughs> 実際は本を送っても何も言ってこないんだって気付いてる人いるかもしれないないつも思いますよねだからね皆さんねぜひぜひ私たちの日常生活の中でね相手と自分の人間関係の距離を測って非現実的な期待感を持つのは持つ方が悪いんだで時には自分は人のクッキーを食べてるのに 相手の人を非難していることがあるということ。まず覚える必要があると思うね。それからですよ。誰かが許しを請うてきたならば、私たちは神から多く許された者として、許しの心を示すべきである。それは天の父は憐れみ深いお方だから、私たちもその姿を真似るんです。そしてイエス様がね、 こういうのをおっしゃってるんですあなた方も35節でそれぞれ心から兄弟を許さないなら天の私の父もあなた方にこのようになさるのですこのようにというのは借金を全部返すまで彼をゴクリに引き渡したつまり牢屋に入れたっていうことですよだからこの箇所は兄弟たちを許さないならばあなたも神から赦しを受けることができないっていうふうに読めちゃうんです でこういう箇所は注意していないとカルト的な教会カルト的なリーダーが人々の心を支配する口実になりますイエス・キリストを信じてもいいですか孝行孝行していないならばあなたは永遠の命からずれているという言い方になってくるわけです今日はっきりさせましょう私たちが救われるのは信仰により恵みによって いますだからイエス・キリストを救い主として信じた人はあなたは永遠の命をいただき罪の許しをいただいていますこのことは常しえに変わることがありませんじゃあここで許しの心がないとか悔い改めてないとか罪を宿したままだとかいうのがどういう意味があるかというとそれはクリスチャンに約束されている ダイナミックなクリスチャン生活の喜び力を満喫できていない状態ですせっかく高級車に乗ってるのに片一方でアクセル踏みながらもう片一方でブレーキを踏んでる状態ですそれが私たちが神様が望んでおられる姿で歩んでいない時に起こってくる障害です昔こういう話聞きましたよ 二人乗りの自転車に乗って夫婦がねご主人が前で奥さんが後ろで,で上り坂に来たんだってすごい坂だからご主人が一生懸命もこいではあはあ言いながらようやく頂上に着いたんで後ろ振り返って「はあここは大変だったなお前大丈夫か」奥さんがね「本当に怖かったわね私あんまり怖いもんだからブレーク踏んでました」って。<laughs> で前で一生懸命漕いでんのに後ろでブレーキ踏んでるわけね。でやっぱりクリスチャンっていうのはね天皇お父様あなたは愛しますあなたに許されて感謝しますこれは一生懸命ペダルを踏んでる状態ですよところがその後ろででもあの人は許してませんっていうのはブレーキを踏んでる状態ですよだからヒートアップしてくるわけです訳が分かんなくなってくるわけです。プライドの問題罪を犯した兄弟をどう扱うかという問題そして今ここにあるね 最後の「許し」の問題人を許す状況と和解するそしてある人は神に対して恨みを持っているそれはクリスチャン生活の障害なんですこういったものを取り除けたならばまるで翼をつけた鳥のようにね、まあ、鳥は大抵翼つけてますけど、ね、<laughs> 天高く飛び上がることができる。 私は進学校時代にねあるカナダの有名な説教者が子供時代の体験を書いてある令和を読んでね本当にそうだなと思った彼はね学校時代に家に帰る時に森の中を通り川のそばを歩きながら帰っていく非常にね豊かな自然の中を生活してたんですねある時カラスが水面から飛び立つんだけど飛び立とうとして 飛び立てないでこうなってたそうです。何だろうと思ってそばに行ってみたらそのカラスの足にカラスがね貝を食べようとしたんです。だから貝がパカッと蓋を閉じちゃったからこんな大きな貝がねカラスの足にぶら下がってたそうです、ね。それがなかったら空高く飛べるのにそれに食われてしまったから飛び立つことができないんです。 あなたのクリスチャン生活がダイナミックに前進していかないブレーキになっているものは何でしょうかクリスチャンなのになんで私には喜びがないんだろうかプライドそして罪を犯した兄弟への対応愛を込めてそして許しの心を養うこの3つこそ 実は、成長した信仰者を形作る三つの秘訣ですね。ぜひ今、イエス様の教えを実践する決心をして、今週一週間もダイナミックなクリスチャン生活を満喫できるように。周りの人が見てね、どうしたのあなたこの頃嫌に輝いてるわね。そうでしょう。クリスチャン生活の三つのブレーキを 私をを発見してそれを取り除けたのよどこに書いてあるの?「マタイの十八章よ」と言えるクリスチャンになってくださいお祈りしましょう天の父なる神様ありがとうございました本当に私たちの傲慢のゆえに神の国の働きが 妨害されています。イエス様を伝えることが二次的なものとなり、目に見える成果を求めることが優先されています。どうぞ許してください。どうぞ私たちを幼子の信仰を持つ者に変えてください。今、心の中に苦々しい思いがあるならば、今日、精霊によってそれを あなたが処理してくださいイエス様にすべて委ねることができますように神様の愛を今日受け取ることができますようにイエスキリストの皆によってお祈りをいたしますアーメンメッセージステーションをお聞きくださりありがとうございますこのメッセージのアウトライン聖書研究ツールはハーベストタイムのホームページ www.harvesttime.tv にございますまた最新情報をメールマガジンでお届けしていますホームページでメールマガジンにご登録ください